とても優れた人類の最先端の英知が盛り込まれた最先端のそうめんと大胸筋が歩いてる。バズーカ岡田です。バズーカ岡田の最強食材シリーズということで、今回も筋肉繁忙期、夏に向けて体を絞り上げていくときにとても有効な食品をご紹介したいと思います。私この最強食材シリーズを行うようになって以来、全国の方から最強食材に関する通報が入るようになりました。 PFC 通報と呼んでおります。今回もですね、その通報をいただきました。で、私いつも、蕎麦を押していきます。蕎麦を押している結果、うどんや、ラーメンの麺、蕎麦以外の麺がですね悪者なんじゃないかというふうな、意識を植え付けてしまったのかもしれません。うどん、並びにそうめん、その他の麺の関係者の皆様、大変申し訳ございません。そんな意味はないです。蕎麦の優れた点を、ご紹介していただけに過ぎないと、他の食品を、否定しているわけではないというのが私のスタンスです。その食品のいいところをしっかりと理解して自分の体作りに生かしていく、食べるタイミングにその食品のメリットが最大化されるようにチョイスしていくと、こういったことができるようになるのが、ボディメイクの最終形態と私は思っています。この食品しかダメ、これは OK、 これは×みたいな考え方はとても辛くなります。極論ね、油まみれの肉をフライで揚げるとんかつ食ったっていいんですよ。唐揚げはね、生前に体脂肪をつけなかった鶏にわざわざ油でコーティングをする、鶏を愚弄する行為だという言葉が、まあ、なんかツイッターで少し話題になってましたけども、それはね、まあ、確かに YouTube 的に面白い発言をしてしまいました。でも別に唐揚げ食べたっていいんですよ。油まみれのとんかつ食べたっていいんですよ。自分の目的とする体にたどり着くんであれば何を食べてもいいと。そのたどり着くスピードが早まるのか遅まるのか、少し後退するのか、これを理解して自分が設定した期間でたどり着いていけばいい。なのでいい食材悪い食材ないんですよ。加速しやすい食材、ステイしやすい食材、減速する食材と考えればいいだけで、トータルの期間でついつまを合わせればいい。これがバズーカ流の女子もめさということで、今回 PFC 通報が入ったのは糖質コントロールそうめん。いや待てと、そうめんは糖質を取るために食べるんじゃないのかと。そうめんの糖質をコントロールする、糖質をオフするということは、そうめんのアイデンティティをぶち壊してと、食文化への挑戦ですよね。糖質を取るためのそうめんの糖質をオフする、矛盾をはらんでますよね。でもね、ボディメイク、ボディビルはねリズムでできるところあるんですけど、この矛盾を解決していく、矛盾を受け入れていく、これが大事なんですね。究極の最終的なボディビルの仕上げ、あるトレーニングをしてました。あるカロリーを取ってました。同じトレーニングをそれよりも低いカロリーで行う、行えないはずですよね、摂取してるエネルギーが少ないから。でこれを行うんですよ。じゃあ他のトレーニング以外の時間で休んでんじゃないですか、これ休まないんですよ。同じ行動を少ないカロリーで行ってしまうという矛盾を解決した人間、それがボディービルのステージに高いパフォーマンスで上がることができる勇者ということなんですね。ということで、本来糖質を取るべきそうめんの糖質をオフする、これもね一つの楽しい矛盾として受け入れていきましょう。そして活用していきましょう。ではそうめんと糖質コントロールそうめんの違いを見ていきたいと思います。はい、ということで私の動画ではおなじみこの PFC の表を作ってみました。プロテイン、タンパク質、ファット、脂肪、C、カーボハイドレート、炭水化物、この3大栄養素、タンパク質、脂質、炭水化物しかカロリーを私たちは得ることができません。この3つの栄養素をうまくコントロールすることが摂取する総合的なエネルギー量のコントロールにもなりますし、そのエネルギーがどの栄養素で構成されているかという極めて重要な PFC バランスをコントロールすることになります。でこれは 100g 中の値です。筋肉をね増やしていくと考えた時には、タンパク質を1食あたり 20g、超えていくということが筋タンパク質合成を加速するということが分かってますので、もう少しタンパク質が欲しいなというところになります。 F1.9 脂質というのは、体にとってエネルギーリストの高い栄養素であって、体脂肪への変換効率がとても高いということで太りやすい栄養素の筆頭です。こちらを1食あたり 10g 未満にするというのが、私の考えですので、 1.9g というのはかなり低脂肪で、私たちの体を太らせないためにとても良い内容になっているというふうに私は考えます。
そして C 72.4g。 やはりね、そうめんというのは、炭水化物を取る、筋トレをするガソリンに使うというのが私の中での考え方ですので、 72.4g もの炭水化物が取れて、たくさんガソリンを入れることができるんだと。このガソリンを使っていつもよりも激しい筋トレをするんだと、いつもよりもいい会議でいい発言のパフォーマンスをするんだというふうに考えることができます。そして総合的なエネルギーは 363kcal ですと。次に糖質コントロールそうめんを見てみましょう。タンパク質 10.8g、 少しタンパク質量が増えています。一食筋肉のタンパク質合成を高める水準である 20g を超えたいという考えを持っているのであれば少し足りないですよね。そして F1.3g、 これも一食 10g 未満、はるかに低い水準で保ってますので合格、花丸です。 C 炭水化物 56.2g まで減ってます。普通のそうめんが、ね、72.4 なので、ここで大きな差が開いてくる。結果エネルギーも 279.7kcal ということで大きな差が出てくるという形になるわけです。これが、ね、糖質コントロールそうめんの威力というところで、糖質が減る、そしてエネルギーも減るというところで、糖質をね、たくさん食べていい筋トレをするといった目的がない場合には、摂取する糖質を下げてガソリンをね、過度に補充しないという状態、適切に使う量のガソリンを入れるという考えで、この糖質コントロールそうめんを使うというのは良いと思います。で、ここの2つの枠を開けていること、こちら気になっている方が多いと思います。これはですね、この C 炭水化物をきちんと分けて考えましょうということで、この糖質と食物繊維で枠を用意しました。炭水化物カーボハイドレートは糖質プラス食物繊維なんですよ。この2つが合わさって炭水化物になります。最も体のガソリンになりやすいのは糖質です。この糖質を使っていい筋トレをするので、私は糖質を取ることは否定しない派です。そうめんを食べていい筋トレをするんだと、 69.9g もの糖質を食べることができた、どんなにいい筋トレができるんだろうと考える方なので、全く問題ないと。ただしそうめん食べたいけどこの後筋トレしないんだよねと、そんなに糖質使わないよねという場合には下げたいですよね。というのは食べ過ぎて使い切れなかった糖質は体脂肪に変換されて蓄積されてしまいます。すなわち皆さんが絞りたいと思っているのであれば、これは、少し後退させることになりかねないということなので、体に入れる糖質は、コントロールしたい。そこで糖質コントロールそうめんが開発されたと。人類のペインを解決するそうめん。糖質、通常のそうめんは 69.9g のところ、糖質コントロールそうめんはなんと 30.5g しか入ってないと。じゃあこの炭水化物 56.2 って何というと、残りは食物繊維で 25.7g、食物繊維が入っているんですよということになるわけです。したがってこの糖質が低い、要はそんなにガソリンを今入れなくていいんじゃないっていう時には、役に立ちます。ガソリンを入れすぎて使えずに体脂肪として蓄積されて太る、それを避けたい場合にはとてもいい糖質のコントロールになってますし、そして食物繊維、これすごいですよ。 25.7g も入ってますから、1日の男性で必要とされる食物繊維摂取量が 20g、 女性が 18g ですから、はるかに上回ってますので、たった1食で1日の食物繊維の必要量を満たすことができるという、食物繊維の含有量になっていると。そうめんというのはね、本来食物繊維がとても少ない食べ物という弱点があるわけですけども、これを補強しているということにもなりますよね。糖質を食べ過ぎて太ることを抑えつつ、糖質はいいんですよ、いいけど食べ過ぎは何でもと、糖質を、あんまり使わない人は糖質を食べ過ぎると太りますから、糖質を抑えて太らないようにしつつ、食物繊維の摂取量が減りがちなこの日本人の食生活を改善することができるという、とても優れた、人類の英知が、最先端の英知が盛り込まれた最先端のそうめんということができるのではないかと思います。ということでこの動画のまとめです。和束岡田の最強食材シリーズ、食欲が落ちやすい夏でも絞ってかっこいい体を作りたければ、人類最先端の糖質コントロールそうめんを食べて絞れ。以上、この動画が良いと思っている方はチャンネル登録と高評価をお願いします。1日で1日のあごめんなさい
1食で1日の食物繊維必要。あれなの、喋れない、喋れない、喋れない、やばいっす。人のマッスルコントロールが人のマッスル、やばい。